メディアを再生するアルコール先制限始時代の巻。アルコール先制限始時代の巻は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で主演、監督はチャールズ・チャップリン。1971年に映画研究家ウノ・アスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演35作目にあたる。 また、チャップリンのキーストン時代最後の映画でもある。作品は、夢落ちの形態を撮るが、チャップリンが、フレッドカーの劇団時代に出演した芝居の一つで、ある、恐れ知らずのジミーが、この形態を撮っている。後年の、単エ自由の構成もこの夢落ちの形態であり、独裁者の結末の、当初の構想も夢落ちであった。時代設定の石器時代は、後に鉄造が発覚した。 ピルトダウン人の頭蓋骨発見などによる古代人ブームが背景にあると考えられている。チャーリーは公園のベンチで居眠りするうちに石器時代で生きる夢を見た。石器時代でチャーリーはジャックアゴと呼ばれローブラウオーの治める国にいた。ジャックアゴチャーリーはローブラウオーのお気に入りの妻に手を出してしまい、それが原因となって王に追われる身となる。洞窟に逃げ込むが、 王は大きな岩で弱顎、チャーリーを殴る。ここで目が覚めたチャーリーは自分が警官に乱暴に起こされたことを知った。チャップリンは1914年2月に成功争いでデビューして以来出演の度に何かしらの変化を徐々に遂げていき、キーストン社に利益をもたらす少しばかりのお偉方にもなってはいた。このことはセネットをはじめとするキーストン社の人間ばかりか、 チャップリン自身もおそらく想像していなかったし、メーベルの身代わり運転の頃には意見の対立から解雇の可能性もあった。1914年6月には故郷イギリスでもチャップリン映画が上映されるようになり、ベニスの子供自動車競争をはじめとする諸作品のイギリスでの評判も上々であった。第一次世界大戦勃発の頃、チャップリンは セネットと次のシーズンのギャラについての交渉を開始し、チャップリンは週1000ドルを要求するが、セネットは僕だってそんなにもらってないぜと言って拒否をした。ここでチャップリンは自分が成功している現実を盾に新しい契約の締結を迫る。困ったセネットは側近と協議し、1年目、週500ドル、2年目、週750ドル、3年目、 1> 週1500ドルの3年契約をチャップリンに提示したが、チャップリンは1年目、週1500ドル、2年目、週750ドル、3年目、週500ドルなら契約を締結すると言ったため、セネットはそんなバカな話があるもんかと言って、契約の話はそれっきりとなり、契約満了をもってのチャップリンのキーストン社大社が確定した。チャップリンは、 週1250ドルのギャラと1万ドルのボーナスを提示してきたエッサネー社に移籍することとなった。アルコール先制限始時代のマキは、そのような契約満了が迫る時期に制作され、チャップリンは編集の際に断続的に契約問題を思い出していたため編集に難儀したが、なんとか完成させることができたと自伝で回想する。編集を終えて2日後、チャップリンは、 新しい契約先のシカゴのエッサネー社に向かったが、セネットをはじめとする、キーストン社の人間には彼を言うことはできなかった。チャップリンが、キーストン社で出演を呼び制作した映画は、合計36本。そのうち、彼女の友人である追いハぎは、フィルムが現存しておらず、チャップリンが出演していない可能性もあり、泥棒を捕まえる人は2010年に96年ぶりに、表に出てきた。 エットセトラ、英文版では10ミニッツとなっているが、ここでは2000フィートというフィルム帳から同じ長さのチャップリンとパンヤを参考に時間を推測した。1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。